仕事だって言って授業サボれるのが芸能家の特権なんだよな。トライアクトのメンバーは3人、全員子役出身なんだよ。ボクシングの注目試合、いい席取れた。やっぱ持つべきものはこれだ。俺の名前は、意味のない戦いが収まりますようにって意味らしい。また射程が街中で分かって呼びやがった。後で締めねえと。ああ？乾の野郎がまた大会で優勝した？面白くねえな。サイバとは夜遊んでる時に偶然会えば話す程度だな。まあ、イチゴは妹みてえなもんだな。あ、あいつ男だから弟か。タイちゃんとは子役の頃から知り合いだけど、昔から変わらねえな。スズミとは中学の時ちょっとな。俺の口からは余計なこと言えねえ。連れとたまに行くクラブで桃越が DJ してて、そこで知り合ったんだよ。